はい、では続きをやりましょうか。こんな感じで、どんどん脳編集で上がっておりますので、ぜひよろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。とで、これ町長の屋敷、こっちが、あ、お、お、お、あ、ここが定期船事務所、こっちが、あ、こっちはダメ、定期船事務所だと。おっす、船に乗りますか。パレポリまで10ゴールドです。ちょ待て、今もう行けるっていうのがすごいね。この海域に謎の大渦が現れる時があるんだ。一体あの渦は何なんだろう。渦があると。ほうほう。お、エレイン、彼が、フリッツが旅に出たまま帰ってこないの。私は彼がいれば他に何もいらないのに、名前が出てくるということはなんか重要なんですかね。ちょっと俺これメモっていい？メモっていい？フリッツ、ちょっと次回からメモ用意しとくか。フリッツっていう人ね、ちょっと覚えとこう。フリッツで、こ、あれ、ここ家だっけ、ここ家。お、トゥース、あ、トゥルースでしたね。トゥースじゃねえわ、トゥルースの町の宿屋。え、ここはトゥルース、あれ、ここはトゥースじゃねえの、宿屋。あ、ちょっと待って、トゥースの町がねえんだけど、トゥースがねえんだけど、トゥルースね。よし、覚えろ、トゥースで、あー、宿屋は宿屋だと。では一度、いや、あー、これちょっとなんか移動してもメッセージ続くって、なんかな。まあいいや、千年祭には行ってきたか。いや、ちょっとまだ。え、早く行ってこいよ。この国ができて、今年で千年ってお祭りなんだぜ。あー、千年王国みたいだね。ここから北にあるリーネ広場じゃ、今頃いろんな店が出ていて、そりゃもうお祭り騒ぎってやつだな。はあ、千年か。千年はすごいな、確かに。時代とかって変わりますよね、千年、普通に。え、だって今いくつ ?2021 でしょ ?1021 って。いい国作ろう。だ、江戸時代より前ってことだよね。すごいね、それは。あら、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。なんて言っても無理よね。え？あー、なるほどね。仕事終わって、お祭りを見に行きたいわ。わかるわ。そういう時に限って仕事が入るんだよな。あなたは。一杯おごってもらえないかしら。OK。ありがとう。お礼に一曲プレゼントするわ。マジで？お、え、すごい、本当のガチの一曲じゃん。いいね、なんかちょっと寂しさも入ってるような雰囲気で。先日地震があったの覚えてるかい。いや、そうか、ドンキな坊やだな。まあいいや、ちょ、覚えてる。本当に最近は地震が多いよな。何か良くないことが起こる前触れでなきゃいいんだけどね。絶対起きるっていう。やっぱタンス、お、お、代々伝わっている箱です。開けられた方、ご自由にどうぞ。え？え？てんれてんれてん、不思議な力で封印され、え？あ、曲戻っちまった。ちょ、もう、ちょっとなんかすげえいい曲だったんだけど。あれ？え、もう、え、さっきの俺との一杯、俺と一杯、マジかよ。まあいいや、ちょ、まあ、また来よう。OK。で、ここが、その、リーネ広場でしたっけ？あ、そうですね。リーネ広場。うわ、また曲変わった。いいね。おっさん、おわ！何してんの？え？おお、若者よ。今日は我が王国の千年祭だ。存分に楽しんで行かれよ。何、さっきのハロウィンみたいってことなの？なんかすごい。お、お、買う。
あ、1杯おごったから10ゴールド減ってる。当たり前か。あ、ポーション万能薬、あとはポーション1つ持ってると。もうシェルターえ、もうこんなん売ってていいの。え、すごい良心的じゃん。これ道具屋だと。走っている人はレース中よ。あ、なるほど。あ、そういうことか。すいません、ちょっと逆に邪魔してたっていうね。正面に立ってボタンを押しな。動き出したらタイミングよく A ボタンだ。これのこと？おお、上下動いてて、一番下がいいのかな。え、どう、な、なに。ほう、あ、一番上がなんかあそこまで行けってことなのかな。全然行かないんだけど。ちょ待って。え、これが最高ってことか。お、やったね。シルバーポイントカードに1ポイント貯めておくよ。シルバーポイント、ゴールドじゃなくてゴールドポイント、実際にあるわ。1ポイントもらった。これポーンってやると1ポイント。思い返せばこの国にもいろんなことがあったからね。400年前の魔王軍との戦いとかさ。あんたも今の平和に感謝しなよ。400年前に行くのか、これもしかして行くのかっていうことっすよね。お、道着とブロンズメット、なるほど。これ装備できるってことか。ちょ待ってってことは武器屋もあるってことじゃん。ここはリーネ広場。リーネの鐘の音を聞けば幸せになれるって言い伝えがありまっちょ。長男でちょか。ルッカがまた鍛冶屋の親父さんと怪しげな発明品を作っているそうね。こないだみたくいきなりドカンってなことにならなきゃいいわね。ほう。この刀鍛冶ボッシュの作った剣でも買っていかんか。ちょ待て。いや、ちょっと待て。ここのおじさん、アクセサリーなんかも買い取ってくれるそうよ。へえ、そうね。ペンダントなんかも売れるかしらね。はあ。え？でも何にも言ってくれなかったよ。ちょ待て、これ金取られるパターンじゃない？勝手に。ちょ待て。レース中車。レース中さ、黙って見てな。へえ。あら？前回の勝者はホイホイソルジャーです。ホイホイソルジャー予想するかい。はい。1番鉄仮面ランナー、2番ウッチャレダイナ、3番スイートキャット、4番ホイホイソルジャー。でこいつ優勝したってどうなんだろう。分かんない。鉄仮面ランナーでいくか。鉄仮面ランナーってこいつか。鉄仮面、あー、まあまあ、ちょっと頑張ってるけど、頑張ってるけども。じゃあ、もうちょい。逆転。あ。え、一周？え、あ、猫ちゃん。かわいい。前回の勝者は、うっちゃりダイナって、なに？うっちゃりないな、あの緑のやつ。こいつか。猫ちゃん遅かったな。ホイホイソルジャーで行ってみる。何これ、フリーザの手下みたいな。アープルでしたっけ、そんなやつっすよ、あれ。今日の鉄仮面ランナーは何かやらかす予感がするぜ。え？鉄仮面、遅いけど。あれ？鉄仮面？いや、遅い。あ、ホイホイ1位じゃん。ホイホイ、おっしゃ、ホイホイ来たよ、これ、ホイホイ。鉄仮面は、そんなでもない。あ、猫ちゃん？え、猫ちゃんは？あれ、猫ちゃん？あれ？おーい、ホイホイじゃねえのかよ。え、ちょっと待って。この人は、なんすか、ね、頼もしいぜ、スイートキャット。はあ。
前に買ったのを言ってくれたのかな。鉄仮面ラン、あ、でもホイホイソルジャーさんですよね、あれ。ホイソル、ホイソル1位じゃん。まあいいや。世にも恐ろしい見せ物小屋だよ。あんたのシルバーポイント1点はこの小屋の中でしか使えない。勇気を試すかい？今のうちに使っておいた方がいいんでないかい？どうなんだ。1ポイントって、うわ、怖っ。ファ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 言ってるけど。ようこそノルシュテイン・ベッケラーの実験小屋へ。だ、もうご存知の感じで言うな。おい、ノルシュテインさん知らん、知らんから。今から世にも恐ろしいショーが始まる。なんだろう。シルバーポイントカードいくら払うかい？すいません、ノルシュテインさん、マジごめんなさい。ちょっと10で。すいません。ちょ、マジごめん。ちょ、10ってどう？あれ？ポン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 やってこいってことは、あれ。これ。ちょっと。いやー、無理だよ、これ。シュッ！いったい。おお、いいね。あれ、シュッ、おいいね。これ4ポイント、シュッ5ポイント。あれ、これリズム掴んできた。6、はい、7、はい、起きたね、来たね、これ、いいね。8、あちょっと早い、ちょっと早い。8、はい、来た。はい、9、ちょっとね、分かってきた。うぃーと、おや、行ったでしょ。あ、もうね、行くのと行かないのがね、分かってきた。お、行かない。押した瞬間分かる。行く。よし、おら、オッケー。たまった。よし、たまったぜ。でも、80ってやばくない？ちょ、もう息が切れてる。おっさんやばいから。10、おっと、ホイホイソルジャー、おー、ビックスさん、ウェッジさんか、ウェッジさん、ピエットです。ピエットさんちょっと知らんすね。何、ビックスは誰だ、わかんねえよ。わかってれば。ただ、なんかさ、一人だけ離れてるじゃん。これ、こっち選ばせようとしてるよね。不自由な二択じゃないでしたっけ？だ、これはだから違うんですよね。だ、多分こっち、この二人のどっちかだと思うんですよ。いきますか。え？あー、びっくりした。なんか戦闘が起こるのかと思っちゃった。面白いな。で、この子は？僕知ってるよ。何百年か昔、魔王軍とすごい戦いがあったんだって。もしその戦いに負けてたら、今こんなお祭りはなかったってうちのママが言ってたよ。あ、もう絶対戦うじゃん、魔王軍と。だから過去に行くんでしょ、多分。魔王軍と戦って、実はテッシーがこのお祭りを守ってる的なパターンか。面白い。行こう。で、なんか来た。違うのか。まあいいや。でもなんかぽいよね。まあいいや、ちょっと行こうか。その包みはオラの母ちゃんの弁当だ。元気もりもり、オラ毎日楽しみにしてんだ。はあ、その包み、その包みってな。猫ちゃん、にゃんにゃん。ルッカが開発した二足歩行ロボット、ゴンザレスと戦いたい方はこの奥へ。勝てばシルバーポイントもらえるよ。あ、本当に？無理だろう。
あ、そう、でもそう、武器とか防具とか買ってくればいけんのかな。シルバーポイントっての欲しいけどな。おい、0点言うな、のび太じゃねえんだから。0点。おっと、シルバーポイント10ポイントを50ゴールドに変えるかい。あ、逆に、逆か分かんないけど、お金はあるんだよ。お金はあるから変えてもらおうかなと思ったんだけど、いやー、あ、でもか、でもここで金すげえ稼げるってことか。あの、パン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 やれば。ほうほうほう、祭りは楽しいの。どうりであんた知ってるかね。いいえ、ここだけの話、我が国の王ガルディア王は娘のおてんばぶりに頭を抱えているそうじゃ。しかしどこまでおてんばなのか、いっぺんその王女様とやらを見てみたいもんじゃの。アリーナみたいな感じ。お、この先準備中さ、広場で一通り遊んでからまた来な。ほう、あ、これが金ってことか。おお、キャー、え、いったー。あ、そういうこと？ごめんなさい。大丈夫？いやいや、そこは謝っちゃダメなんで、喧嘩しないとね、知り合えないからね。うん、あ、あら、ペンダントが、ペンダント？ああ、あ、ある、ある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 ね。ある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 。おお、すっげえ驚いた顔。ありがとう。そのペンダント、私のよ。古ぼけてるけど、とっても大事なものなの。へえ。返してくれる？この選択肢ここで返さないやついないだろっていう。はい、私お祭り見に来たんだね。え、あなたこの町の人でしょ。一人じゃ面白くないもん。一緒に回ろう。いいでしょ。ねえねえ、マジで。はいはい、行く行く。あ、すっげえ喜んでる。何、もっと、何、もっと若い感じの子なのかなあ。名前言ってなかったね。私は、ああ、なるほど、ああ、こんな感じ、ちょっと勝ち気強気な感じな感じ。マールさんですか。はい、どうもマールさんと。あなたは？ティッシー。はい、ティッシーか、いい名前だね。よろしくね、ティッシー。さ、早く行こう。すっげえ喜んでんだ。この子だよね、これガルディア王の娘でしょ。絶対そうだよ、もう。だいたいそんな感じだよね。ダッシュダッシュ。私の猫が、いたよ、いたっすよ。あれ、私の猫が、あれ違うのかな。ちょ待って、まあこいつ、おっさん、ハゲのおっさん、ハゲじゃねえのか。隣に立ちな、伸び比べ。A ボタン連打だ。連打？おい、ドン。早い早い、ちょ。え、ちょ、まあ、どんぐらい連打すりゃいいの？あ、これ俺が飲んでるってこと？ 5 本か、まだまだだな。何にでも一緒。すげえ言ってくれる。え、ちょ、待て、ちょっと待って、ガチで行くわ。ちょ、コントローラーを貸して。あの、俺、あれ、高橋名人のね、あれできないんですよね。あの、痙攣できないんですよ。痙攣できないから、置いてガーってやるやつ。ちょ、待って、行くから。ちょ、待ってね。これで、よーい、どんで。あれ、ちょ待って、全然いかない。ちょ待って、これ遅いな。いや、あのね、狭いんすよ。何でも一生懸命だよ。ちょ待って。7本。え、何？スペースから行って8本行けばいいの？どうすりゃいいんだこれ。このね、名人がさ、あの、痙攣でやるってやじゃん。1秒間に16連射とか、無理なんですよ。あれできないんですよ。ちょ待って、もう一回っすか。それ狭い、なんか、いろいろあって狭いんですよね。本気でガーって、ちょ待って。行くぜ。ちょ、喋んないで、実況しないで、マジで行くわ。よし。はい、こんな感じだと。これ逆に早すぎるのかな。5ポイント貯めておくよと。一生懸命です。
いや、いい好感度上げてる。ここは何にもなしと。ここがいけるみたいな。お、曲がまた変わって、 B ボタンダッシュで走り回ってたら疲れちゃった、でも踊りを見たらまた元気だよ。ちょ待って、ちょ、連打ですげえ汗っていうか汗が出てきた。熱い熱い熱いリズムだね。あんたも XYLA で踊りなよ。あ、踊ってる踊ってる。 XY あ、おゴーゴーみたいな感じ。 L あ、驚いてる。あ、 L で笑う。え、面白い。え、これずっとできん。あ、で、ここだけだよね。あれ、あの子は大昔の踊り、大昔の踊りなんですって。先輩てっけよね。へえ、大昔。原始のリズム、原始のリズムと。あ、骨持ってる骨持ってる。で、木を叩いてると。へえ、町長さんの家でお小遣いもらったの。え、マジか、俺ももらおう。そんな感じか。猫ちゃん、私の猫かって。猫ちゃんさっきいたよ。これ話しかければいいのかな。これ、あれ、にゃー、あ、来た。え、かわいい。え、しょ、え、めっちゃかわいい。ちょ、こっち。あのね、半歩ずれてるからね。あれ、ちょ待て。え、いや、うっそ。あ、びっくりした。俺がハマったかと思った。ちょ待て待て。え、これ意外にむずくね。こっち。おい、ちょ、こっち。え、ちょ、こっち。ガンガン言うな。猫ちゃん、ちょ、かわいいよ。現実。これそうじゃない。ちょ、こっち。頑張って。よし。あしゃ。こっち。おい、来たで。あたちの猫ちゃん連れてきてくれてありがとう。おお、やっぱそうだったんだ。てっし、優しい。やったー。あれ、もう泣かない。よし。OK、行くでー。ん？で、こう、もう一通り見た感じですけどね。あー、武器防具見てって感じよ。でもさ、さっき鐘鳴ったよね。幸せになれるってこの子言ってなかった。ほら、もう、なんか、幸せ。テッシーとこうしているの。ほら。ルッカの発明がもう完成したよ。広場のずっと奥へ行ったところだよ。これ誰が喋ってんの？誰が喋ってんの？で、これが道具、あ、そうか、マールさん。だから誰が喋ってんの？誰が喋ってんの？マールさん。あ、ほら、天と水、あ、属性なんだ。もうリボン装備してる、最強じゃん。やば。まあ、この世界のリボンが何なのかは分からないけども。技、オーラってのを覚えてる。ペンダント。なるほど、整頓。まあ、意味ないと。やっぱじゃあ この人が武器屋なのかな。あ、普通の武器屋でしたね。青銅の刀、白銀剣。これぜ、ちょ待って、10と7違うってことか。これさ、当時プレイしてた人さ、白銀剣ここで貯めた人絶対いるでしょ。いたら、まあ、いたらっていうか、やったことある人コメントをね、僕やりましたみたいな感じで残してくださいと。絶対やってるわ、これみんな。俺もね、どっちかっつったらこれやるタイプだもん。白銀剣。ポイント貯めて、あの、さっきのとこ 50ゴールドでガッガッガッって貯めていくタイプ。まあでも、正当の刀で、ちょ待って、今、8、攻撃力8か。まあ、刀か、でも正当の刀買うんだったら、次の、町でなんか買った方がいい気がするんだよな。でも2位違うんだよね。まあ一回買っとくか。買って、お、ボッシュ。え、この人も名前ついてる。わしゃ東の大陸に住んどる。何かの時は立ち寄るがよいと。ところで、牛の女子のペンダント、え、売ってくれるように話をつけてくれんかね。
いやでもなんか大事なものっつってたんで、これどうなん急に。いやでも嫌われたくないんだけど。いやちょっといいえ、あえ、範囲にするとどうなんだろう。いらない、はい、ノー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 って言われちゃったよ。ほら、おお、よく見ればそのペンダントは、え、いや、そんな高価なものは受け取れん。あんたが大事に取っておきなされ。はあ、お、なんかそんな感じなんだ。へえ。で、発明がなんたらかんたらっつって、ああ、僕いけるわ。待って、キャンディー買っていくわ。へえ。キャンディー屋なんだ、ここな。なんか、あれ？え？ちょ、動け、あ、おばさん、これちょうだい。あいよ、お待たせ。いやいや大丈夫っす。なんか他にいらんすか。いや知ってる知ってる、大丈夫。はいはい、こキャンディーなんこれ。なんかオレンジと何味、桃味。いやまあ行こう。おっと、いきなりこんな感じ。タバンさんっていう人がいると。さあさあ、お時間と勇気のある方はお立ち会い。これこそ世紀の大発明、超次元物質転送マシン1号だ。ほう、早い話がこっちに乗っかると、こっちに転送されるって夢のような装置だ。あー、なるほど。ワンダースリー、手塚治虫のワンダースリーっていう漫画に出てきたようなやつ。まあ転送装置ってことっすよね。こいつを発明したのが頭脳明晰才色兼備のこの俺の一人娘ルッカだ。あ、タバンさん、お父さん。あ、います。今用意してる、準備してる。あ、もう動ける。ルッカの発明のことだから、また何かね。はい、ということでしょう。転送ってなんだ。移動するっていう、転送装置。ファミコンじゃメタルマックスの、町から町に移動するやつみたいな感じ。物が瞬く間に移動するって話じゃん。そう。例えがメタルマックスっていうね。テッシー、おお、どうもす。待ってたわよ。誰もこのテレポットの転送に挑戦しないんだもの。だろうね。こうなったらあんたやってくんない？怖い。やばい。面白そう。やってみなよ。私見ててあげるってすげえなんかさ、可愛く言ってるけど、私やりませんよっていうのを、裏から言ってるようなもんだからさ、逃げてるわ。マール逃げたな、お前。うまい逃げ方したな。左のポットに乗ればいいのよ。乗ればいいのよって。いやー、尻に敷かれるタイプだな、この主人公な。ちょ。大丈夫？なんも怖いことないぜ。猫ではうまくいった。え、マジで？やばくねえ、それ。まだ人間では試してないけど、猫でうまくいったって、でも猫ちゃんかわいそうじゃね？乗った。左のポットにね、それしか言わない。大丈夫だよ、なってんのこれ。え、これもう転送するってやつでしょ？だから。スイッチオン。これもうあれだろ、400年前行っちゃうんだろ、だから。エネルギー充填開始。で魔王軍と戦うみたいな。うわー、もう消えてる。違う。あ、おすげえすげえ、めっちゃすげえ。どう、驚いた？なんだったらもう一回やる？いや、すーげえ。ルッカの発明もたまには成功するのでって、これめちゃめちゃすごい。これめちゃめちゃすごいっすよ。これやばいね。本当にうまくいった、珍しい子供。ああ、まあ、なるほどね。やーば。いやいや、見たでしょ。今見たでしょ。本当じゃ。すーげえ。行こうぜ。おっと。面白そうね。私もやる。いやー。へっ。いやー、ほら、ルッカちゃんももう。ちょっと、テッシー。あんたいつの間にこんな可愛い子口説いたのよ。いや、そういうあれじゃないと。キャンディー一緒に食べただけ。ね、いいでしょ、テッシー。ここで待ってて。どこにも行っちゃやだよ。やばい。これはやばい。もう確実に今度はやばい。
確実に今度はやばい。さあさあ挑戦するのはなんとこんなに可愛らしい娘さんだ。さあさあどうぞこちらへと言ってるけれども、じゃあちょっと行ってくるね。じゃあ小声で言ってんだよ。大丈夫かい。やめるんだったら今のうちだぜ。ちょっと小声で。へっちゃらだよ、全然怖くなんかないもん。すごくない逆に。ほら曲止まったよ。これもうやばいよ、行っちゃうわこれ。各種喝采、やばいや、やばいやつ、絶対もうやばい。エネルギー充填開始言ってるけれども、ほらなんか何これ、ペンダントが、ペンダント、いいじゃん、やばい、タバンさんがやばい。あれか、あれが次元の狭間みたいな感じで、時空空間みたいなあれ。あ、でも出てきて、っていうことっすよね。ペンダントが、おい、ルカ、出てこねえぞって。はい、ご覧の通り、影も形もありません。これにておしまい。いや、ちょ、みんな帰るな。おい、ルカ、一体どうなってんだ、あの子どうしちまったんだって。みんなそれ聞きたい。あの子の消え方、テレポットの転送の消え方じゃない。すごい冷静。あ、結構もう解析っていうか解決法とか見えてるってこと、ルッカに。すごくない？あの空間の歪み方、ペンダントが反応していたようにも、もっと別の何かは、すげえよく研究というか見てるね。どうしたらいいんだい、助けることは。あの子は、ん？そういえばあの子どっかで見たことあるような。あれ、あ、これ動けるな。あ、なるほど、はいはい、 FF6 タイプね。あー、すごいね。で、これペンダントがなんかね、高価なものってあのおっちゃん、刀鍛冶のおっちゃんが言ってたから。テッシー、おお、後を追うってのがテッシー、さすがは男だぜ。でもちょっと同じ条件でやってみるってことか。そうね、あの空間の先に何があるのかわからないけど、それ以外に方法はなさそうね。でも都合よくまた穴が現れるとは限らないぜ。あ、でもやってみるしかない。そう、やってみるしかない。きっとペンダントがキーになってるのよ。テッシー、しっかりそれを握ってて、きっと同じことが起こるはずよ。なるほど。あ、すげえ面白い。なんかこのペンダントも謎だし、なんかすげえ謎なんだけど、もっと出力上げて。あいさお刀鍛冶みたいになってる。もっともっと、あいさお。あ、来た、うまくいきそうよ。出たーと。おーっと、今度すげえさっきよりスムーズに。私も原因を究明したら後を追うわ。頼んだわよ、テッシー。そんなルッカって研究進めてる、こういうこともちょっとあり得るよみたいなことなのかな。これがまあタイムマシン的なあれってことでしょ。いや、すげえ面白い。謎なんかすごい分かりそうなんだけど分からなさそうな謎っていうかさ、そんなんばっかっていうか。これで、あれ、ひら、出てきた、あの初心者の館のやつ。ちょ待て、ゴー、こんな感じなの。ちょ待って、技とかない。こんな感じなの。すげえ重い。本当にアクティブじゃんこれ。まあ一撃で倒せると。あ、でゲージが溜まると俺の番が回ってくるってのは一緒ってことか。あ、本当にリアルタイムだなこれな。移動とかできないのこれ。ちょっと待って、
テムは使える、技はまあまあ、いや、マジで攻撃してくんだこれ。なんか移動みたいのはなさそう。最初経験値6、技ポイント36。へえ、あ、これで開けたわ。なんか最初の立ち位置みたいのっていうのがないのかな。並び替え、あ、できないっていうのも、なんか今はさ普通の攻撃だけだったからいいけど、なんか最初の立ち位置ね、重要そうじゃない、今後技とか覚えていったら。地下の下じゃない、上、なんかせせらぎ聞こえるね。なんかちょっと紅葉がかってるけれども、あ、なんかファーって、あ、でもこれ川ってことよね。いや、あ、いたいた、え、シンボルエンカウントなんかこれ。へえ、ここはいけないと。ああ、まあ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 、なるほどね。あ、結構時間30分超えてる。まあいいんだけど、超えちゃっても。すげえ、なんかすげえ夢中になっちゃった、すごい。で、ちょっとまとめると、まあまあ多分時をかけたんでしょう、これで、ということですよね。あ、この橋いいじゃん。あ、あ、シンボルエンカウントっていうわけでもない。ちょ待って、戦おうか。ジャリー、あ、そうね、敵近づいてこないと攻撃で、こうやってってことか。回転切り覚えた。はい、ここ、まあこの橋でいいか。あ、宝箱ですよね。おし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 、オッケー。もうちょっと、そうしましたら、まあそんな感じで。っていうか、マールは、マールさんどこ行ったの、それ気になるんだけど。一人でどっか行っちゃったみたいな。で、しかもシンボルエンカウントっぽいけど、シンボルエンカウントじゃないという、ちょっと謎ですね。あいついるよね、あそこ。どういうことなんだろう。はい、ちゅうことです。ほんとになんかストーリー、今はそう分かってるのまとめようとしたんだよ。ペンダント、このペンダントがなんかキー、あ、セーブの方が装備していねえじゃん。ペンダントがキーになっていると。でも今の感じすると、正当の方がいらなかったなっていう。 OKOK、 ペンダントがまずキーになっているということ残暑まずね。で、マールはおそらく、なんか、何でしたっけ、ガルディア王国の娘さん、まあ王女じゃない、女王、王女っていうこと、まあプリンセスってことっすよね。はい、ぐらいぐらいで、600年前、あ、違う、400年前に魔王軍との戦いがありましたということなんで、おそらくここは400年前だと思います。で、魔王軍をテッシーとマールが倒すみたいな流れなのかなと勝手に思っておりますが、どうなることやらという感じでございます。これどうしよう、もうちょっと行けます、せっかくだから。これことでるでしょ。おーし装備に、おーし、あ、これアクセサリープラス2じゃん。そうすると、これが装備ってことか。もう鉢巻きは何なん、素早さか。いやー、でも一人パーティーだとさ、素早さは大事っちゃ大事だけど、まあパワーでいいよね。何してんの、これサッカーしてるの。これ話しかけられてんのかな。でも スルーできるっていう。話しかけるとどうなの。いやいやいや、戦闘じゃん。話が丸まじ。あ、そしたら回転切り使ってみようぜ。
4。まあ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 、ダメージはそこそこ。お、行ってみよう。あ、早い。すぐ出る。おー、いいね。あ、ポーション、ポーション落としてくれるんだったら全然 OK。もうちょい進んでみましょうか。お、お、左下ハテナって出た。でもこれさ、多分600だよ。 AD600 ってことでしょ。いいね、ぽいよ。だってだってほら、港できてないもん。港できてなくて、なんかちょっと古いヨーロッパ風な感じじゃん。あー、なんか、え、ちょ待って、お城みたいのあるよ今。ちょ待って、トゥースが出てよ。ほらほら、トゥース出たよ。ガルディア、あそこガルディア。あ、ちょっとさ、あの現代のこっち行ってなかったから、え、現代のこそっち行った方がよかったんかな。すげえ。あ、そうだよ、だってここさ広場だったじゃん。広場がないもん。トゥースの裏山。へえ。じゃあまあ情報収集から行くと思いますので、まあちゃんと言うとトルース、ここの町を次回探索していきたいと思います。超面白いね、クロノトリガー。はい、ということで次回もぜひよろしくお願いします。テッシーでした。失礼します。